はい、タイガーです。というわけで、本日ね、グローリーモードね、やっていこうと思います。はい。で、なんか最高到達800ポイント以上で、なんか、タグがよくわかんないですけど、もらえるということで、はい、早速ね、使っていくの、コンバートです。はい。で、まあ、気分によってね、あと、まあ、花鳥譜だったり、ヒプノスだったりとかを使っていこうと思うんですけど、まあ、とりあえずね、まあ、コンバートが自分一番好きなんで、シンプルに。はい。なんで、コンバートをね、使っていきたいと思います。ということで、早速やっていきましょう。レッツゴー。はい。というわけで、1試合目、ギルガメッシュ来ました。ギルガメッシュめちゃくちゃ多かったけど、ギルガメッシュってそんな強いの全然知らないんだけど、グローリーマッチしないから。まあ、20% ぐらいいるってことは相当強いんだろうね。S アーク何が入ってるんだろうって感じはするけど、まあ、強いんだろうね、相当。まあ、X から行くかも、これ。どうがいいんだろう。あ、でもランタイ引いたんだったらもう X から行くか。よいしょ。でね、ちょっと昨日だったかな、なんか、一昨日かな、なんか、手やったわー、みたいな話をしてたと思うんですけど、手ね、折れてました。はい。いや、なんか最初はね、これ折れたわって思ったんですけど、まあ、ちょっと時間経って、いや、まあ言うてもそんな、折れたはちょっと言い過ぎたかなと思って反省してたんですけど、はい、ちょっとみんなにもね、まあみんなって言っても数人の前なんですけど、いや、これやばいわ、多分折れたわとか言って、折れたこともないやつが折れたわとか言って、ちょっと無責任なこと言ったなとか思ったんですけど、折れてましたね、はい。しっかり折れてたみたいです、はい。で、倉庫行ってる間に結構 HP 削れましたね、相手の。なんなら次には飛ばせそうだな。シールドさえ来なければ、次には飛ばせるんですが、この乱体引きがめちゃくちゃ強かったな、はい。で、まあ左、おっと、これだけやめてってさっき言ったよね。まあでも、まだ飛ばさないか、さすがに。アステール。まあ、ラリエル置いとくか。どっちかのコンボ残りますよと。2、4、6枚。相手が、のコマが6枚で、ビナのコンボ。これは大丈夫でしょう、多分。OK。それは耐えた。よーし、結構相手、最高順位とかすごい人だったんですけど、乱体のおかげで、なんとか勝つことができました。よーし。さあ、しっかりね、これ1万以上出るでしょう。よいしょ。OK です。とんでもねえ対戦、アザシャ。さあ、じゃんじゃん行きましょう。またギルがですね。まあ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 。別に投稿ですよと。まあ、これは普通に行こうかな。正直、よく分かってないんだよな、もう。どうしようかな。まあ、左上 X 進行で来るとして、いまいち分からんのんだよな。まあいいか、とりあえずこっちから行くか。よいしょ。で、まあ左手首が折れたということで、まあ右じゃなくて良かったような悪かったようなって感じなんですけど、まあまあ普通の人からしたらもうね、いや、もう左でマジで良かったやんって感じなんですけど、まあでも結局あれだよね、結局のところ、うわ、宿題したくない、宿題せんでいい理由ができたとか、はい、実際なってないから言えるんですけど、結局なったらね、不便すぎてそんな口聞けないと思うんで、はい。まあなんで、まあ左手で良かったかなって感じですね。お、アステルヒダ、でかい。エヴァからいきますか。よいしょ。まあ、サッカーやってる人とかね、まあ、サッカーやってない人もそうだと思うんですけど、そろそろ新人戦の時期だと思うので、ね。新人戦というか、まあ、選手権か。あ、取られるのか。それ、だるいな。よいしょ、角からいこうか。どうしよう。角から行ったらやばいかな。
で、グレムリンじゃなくてパラサ君から言ったのもやばいかもしれん。シールド出されたらきつすぎだが、それは考えないこととします。火力命なんで、この状況的にきつ、きつい、きつい。だ、これ負けたか、さすがに。これちょっときつい以外の何者でもないな。いや、マステルで殴ればよかったな今の。でももうどうしても無理か。どうだ、オイラの大活躍に期待するのだ。いや、3枚返ししても無理だなこれ。ここが一番マシだな。2、4、6、8、9、クゴ45、4000でやっぱり無理だ。これは負けてしまった。やっぱギルガメッシュって X から行くのが正解なのかな。うん、コマ増やす前に、増やされる前にか。うん、対戦アザシャ。さあ3試合目また同じ人に当たりました。1試合目の人ですね。はい、もう X から行きましょう。これはもうって思ったんですけど、アリソン引いてるなら普通にユエファで行こうかな。うん、アリソン引けてるならユエファで行きますわ普通に。よいしょ。さあこれで次アリソン置きまして、相手どう来るなら風車か X かどっちで来るかによって結構変わってくるなら風車で来ますよと。コンボがこいつ2700出るのか。うわ強い。じゃあ X 行くのやめて普通の進行にしようかな。これで普通に風車で行こうかな。相手にゴロ押されたらまあそれはそれでしんどいか。これ X 行く方がだるい気がするな。うん、取られた時は普通に行きますわ。最高、最高の引きをしております。よいしょ。こっち行ってちょっと引きあんま強くないよみたいな雰囲気出しといて、あんまちょっと引き強くないから今回みたいな。やっぱご了承か、やっぱご了承してくるか。アステールは残しとくか。よいしょ。なかなかの火力出るな。まあ、逃げ飛ばしはされないが、こっちは逃げ飛ばしワンチャンできる可能性はあるからな。いや、これでも火力を最大限出すって意味では、いやもう火力を最大限出すって意味ではここしかないな。よいしょ。うん、ここで2枚返しして次アステルでやるわ。これが火力を最大限に出す方法だと思う。うわぁ、マジか。デバフはちょっと想定外やわ。マジか、デバフか。デバフはちょっとヤバシだな。デバフはヤバシ。いや、デバフはさすがに飛ばんから、こっち行くわ。うわ、デバフはちょっと想定外だったな。ファニーか、そうかそうか。いやでもどっちにしろそうやったら負けたな。厳しいな。対戦あざした。さあおコンバとダービーだ。先行引く。いやもう2連勝必須の状況まで追い込まれてしまった。これはかなりピンチ。正直かなりピンチです。ピンチだな。風車で来る。
からか。さすがに引きが弱すぎるんでこっちから行きます。でも上に来られるんだよな多分。わあやばい。それか2枚返しで普通に変に置きバフとかもあるが。うわステール、マジか。ゴリゴリだな、ゴリゴリテールだ。いやもう火力重視でいこう、火力重視でいきます。もうやばい、こっちもランタ引かんと。飲まれる、飲まれてまう。そっち来るよな。でこれ多分右上打ったとってなんだよな。打つしかないけどな。いやもう繋いじゃれ、こんなん。こんなん繋いじゃれ、仕方ねえ。繋いで。繋いで取らせて。ランタ引かね。取らせて2枚返し。よいしょ。で相手にポーハン取らせる。そう。引いた。三枚返しは無理か。頼む。こう。いや無理かさすがに。うっ。くっそー。今めちゃくちゃ最善の手を尽くしたぞ俺。くっそー。いやめちゃくちゃ最善だったと思うな。マジか。いや。対戦。あざした。はい、ってなわけで、23ポイント減ってしまいました。はい、まあちょっとね、まあコンバートには限界があるのかなって感じで、まあこのね使用率見てもわかると思うんですけど、やっぱコンバートはちょっと調合周りにしたら厳しいのかな、って感じですね。はい、ギルガメッシュとかやっぱエスナのリーダーの召喚がバカ強いんで、沈むでも通用するぐらいの召喚をやっぱこのねグローリーでやられちゃうとね、やっぱ勝ち目がないかなっていうのがあるので、まあコンバットもうない上手い人は勝てると思うんですけど、でも今日はそんな特別なミスはまあファニーのとこぐらいの判断かな。うん、まあってな感じでね、グローリーモードもね、まあぼちぼち投稿していけたらと思っているのでね、はい、皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。